ニラバニラ言ったな。なんか聞こえんけど。バニラバニラ。お前チケンキュートラックの前に割り込んでったぞ、このプリンス。半端ねえな。いや、風おっちゃんや。超半端ねえな。風名古屋。さすがのワイもびっくりやな。あのタイミングで行くかっていうタイミングだったよな。まあ、超強気だった。うん、絶対横断歩道さ、人いるからさ、あまともに行けるわけねえのにさ、よう行ったなと思った、マジで。関係ねえって言う。名古屋の道だけは絶対往復歩行者いるからさ、右折だもん絶対行かんよ。信号青でさ、途中で。ああ。おかしいんじゃないの。買うんだったら近くの駐車場に止めるし、買わないんだったらまあまあそれはね、買ったらさ駐車券がもらえるからさ、うん、だけどさ、どうしよう、どうしたいと思う。自由だなこいつ。やれた方だよ、福井ナンバーやべえな。どういう気持ちで起こるんだろう、あの子は知らない。何を思って起こるんだろう。どっち行きたいんだ。おじいちゃん頑張って。俺ここ曲がると思ってたのにさ、うん、俺曲がろうと思ってたのにさ、どこまで行くんだお前。わかんない。ちょっと怖い。さらに奥まで行きたいの。やべえな。本当おじいちゃん怖い。ほらまだ奥行きたいって。欲張り。てかさ、いやでも結構なんかさ、牛何か乗っとるよね。おじいちゃん以外に同乗者いるよね。助手席におるけど、後ろにもおる。おるおるおる。一人おる。一人。うん。左側に。そう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 。無理じゃないとか言って止めるべきだと思うんだけどさ。どうして曲がろうとしたら右に。わかんない。だってまさかだここでいいもんね。うん。さあ右に曲がろうとしたらね。行動が分かる。だって今左に行こうとしてたじゃん。いきなり右に行くわけ。どうしてその180度その反対の考え方が出るわけ。いきなり、あ、違う、ここ右だわ。そんなことある。あ、しかもこんだけ車線があるんだよ。無理だって思わんの。思わないんだよね。諦めたかい。あー、渡しなきゃいけない。やっぱ手前で曲がりゃよかったな。信号長いんだよね、このパターンだと。うん、あ、おじいちゃんやっぱ、いや、いや気合で右折行ったわ。やっぱり、強いわ。やべえな。やっぱあれぐらいの根性がないとダメなのかな。そういう根性をさ、見せつけなくてもいいと思うよ。そういう時代じゃないんだよ。次まで行ったから。